日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら富士屋のケーキをいろいろ買ってきましたので、こちらを食べたいと思います。富士屋は昔、ほんと投稿を始めてまだ初期の拙い内容だった頃にペコちゃんのほっぺというものをレビューしたことはあるのですが、ケーキは初めてですねだと思います。もしかしたら忘れてるだけかもしれませんけど、それでは早速出していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ああ申し訳ありません、やらかしました。ちょっと映す時に失敗してモンブランをこかしてしまって、ちょっとこんなことになってしまったですが、まあ味は変わりませんからね。はい、こちら今回買ってきたハロウィンのかぼちゃプリン、そしてあ秋のリンゴとさつまいものパイモンって、ちょっと詳しいませんもん、ザクザクミルクレープ、そしてトゥンカロンです。トゥンカロン、マカロンは何度か食べたことあるんですけど、トゥンカロンっていうのは初めてですね。ではちょっとこの形が崩れてしまったモンブランから早速食べていきたいと思います。下の方に入ってるのはスポンジ系ですね。ではいただきます。はい、次はハロウィンコラボ、ペコとシナモロールのトゥンカロン。どんなんだろうな、マカロンとはまた違うのかな。中はクリームたっぷりですね。なんか今年流行ったマルトッツォにもちょっと似てる気が、ドイツ食べたことないんですけどね、そちらは。では可愛いシナモロールからいただきます。はい、続きましてはパンプキンプリン。入れ物はジャックオランタンなんですね。中はうわクリーム結構たっぷり入ってるな。その下の方からかぼちゃプリンが出てきました。ではいただきます。続きましてはこちらリンゴとお芋のパイ。パイというかタルトみたいな、タルトなんですけど見た目、まあタルトもパイもサクサク生地ですからね。ではいただきます。はい、ラストはこちらのザクザクミルクレープ。層がとっても綺麗ですね。これにフォークをためらわず入れちゃいます。はい、こんな風になってます。ではそう、あっと言うの忘れてましたけど、今回ハロウィンコラボケーキなんですよね。ハロウィンコラボじゃないケーキが使用ケーキなんですよね。だって本日ハロウィンですから。おかしい、動画を見てくれないといたずらするかもしれませんよ。ではいただきます。まずハロウィンのケーキなのにそれを忘れるという大失態。しかもこかす。でもそんなこと気にしてられません。モンブランは栗の甘みがしっかり感じられますし、かぼちゃはどうなんだろう。でもさつまいもとリンゴで、そして最後のミルクレープはしっかりありますね。最初に食べたモンブランはちょっと形が本当に崩れてしまった残念ですが、栗の甘みがモンブランのフェースとしてバーッと広がってきました。今まで食べてきたどのモンブランよりも栗の甘みが感じられたような、そんな気がしましたね。続いて食べたトゥンカロンはクリームがたっぷり入っているので、マカロンとはまた違った味わいがありましたね。生地は同じなんですけど、クリームが入ってるだけでこんなにも変わるのかと思いました。で、ちょっとダイスカットされたホワイトチョコも入っていたので、そこでカリッとした食感も味わえて、それもまた良かったです。続いて食べましたかぼちゃプリンは、下の方に入ってるプリンがちょっと少なかったかなと思えたのは残念でした。だから上の方のたっぷりのクリームと下の方のカラメルでプリンの味がどこかへ行ってしまっているような、せっかくのジャックオランタンなのでもっとかぼちゃの味を感じたかったです。これはちょっと残念だったかな。で、続きましての安納芋とリンゴのパイはしっかりとした生地の上に乗っているさつまいもとリンゴのそれぞれの甘さが感じられて、どちらがも美味しかったです。あと食感もちょっとあったのも良かったですね。生地とはまた違いますよ。で、最後のミルクレープは甘酸っぱいベリーのソースのとともに
それぞれの記事が薄いんですけどきちんと主張していて、しっかりと口の中でその食感存在を感じることができてよかったです。この中だと自分はのかな、今回はちょっと2つありますね。2つ目に食べたトゥンカロンと4つ目に食べたさつまいもとりんごのパイ、この2つを代表として6点とさせていただきます。どちらも美味しかったですね。さっくりしていて甘さもあって、はい、それでは雷で火が起こるかなこの場所に、いや起こっちゃダメだからね。それご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。演武終演お楽しみいただけましたか、もしそうですねチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。